はい、今ねどこにいるかっていうと、ジョージアの、ジョージアの、トビリシにいます。でこれから空港に向かうためにタクシーをね、捕まえてタクシーで向かいます。19ラリーって言ったんだけど、まあチップ含めてまあ大体20で渡します。まあ大体空港から行く場合25ラリーからって書いてあったんだけど、まあ20で行けると結構安いなと思ったんですけどね。メーター使わない、ないですこっちの、ね、タクシーに関しては、ここら辺はね。でね、今からあの空港まで向かいますけど、たまに結構ぼったくりとかそういったものもあったりするんで、皆さん足元見られないように気をつけた方がいいし、タクシー交渉する場合ってはもちろんその大体いくらぐらいかっていうのをね、相場見た方がいいし、あとは危なそうな運転手はちょっと避けた方がいいかなと思います。この人はなかなか良さげな、感じだから大丈夫だと思って利用させていただきます。で今こういう形で、今から大体30分ぐらいかな、ただ車なんで、バスだと1時間ぐらいかかるって言ったんだけど、ね、距離で言うと18キロです。だから40分ぐらいか。まあこんな感じでジョージアのタクシーです。今まで海外50カ国ぐらいのタクシー利用しましたけどね。ジョージアでのタクシー利用です。日本車じゃないな。まあ日本車多いけど。こっちの人ね、かなりね、交通が荒いんですよ。めちゃめちゃ荒い。今まで71カ国行って、すごく荒さを感じたわけだけども。まあ、この運転手は割と安全運転かな。まあ分かんないけどね、これから飛ばすかもしれないしね、